どうかしましたか？一体、あれは…何なんだ？ここからだとよく見えないけど、かなり大きいね。高さから察するに、カセドラルシダーと関係がありそうですが。ひとまず、急いで王都へ戻ろう。近くで見るとなんだかおぞましいな。巨大なキノコの傘みたいだ。戻ったか、カーディナル様。あのカセドラルシダーにできた網目状の傘のようなものは。気づいたらできておってな。少しずつ広がっているようなのじゃ。一体何の目的であんなものが。わからん。調査は進めているが、アドミニストレーターの目的にはたどり着けていないのじゃ。それよりもキリト、北帝国では一体何があったのか話してくれるか。ああ、例のカラントにできていた種子については何か分かったのか。あれについては様々な方法で調べてみたのじゃが、分かったのはあの種子の中身が殻ということだけじゃ。か、殻ですか。うむ、中には穴があるだけで、そこには何も入っておらん。いよいよ手詰まりじゃな。そんなこともないさ。これを受け取ってくれ。これはまたもや種子か。北帝国ではカラントが皇帝の墓に生えていて、かつての女帝を蘇らせていた。そのカラントに種子ができていたんだ。ふむ、二つの種子があれば比較することができる。わしは引き続き種子の調査を行うとしよう。エルドリエと同じで、ディソルバートもカラントコアに捕らえられていた。ディソルバートの話によると、頭巾をかぶった男にディープフリーズをかけられたらしい。そのカラントコアからは種子が回収できなかったんだ。その後叫び声が聞こえて駆けつけたら、とてカヨーデが何者かに殺されていた。なんと、そんなことがあったのか。ああ、その頭巾のやつに向かって矢を放ったらしいけど、見えない壁みたいなのに弾かれたって。見えない壁か。正体がつかめなかったことは残念じゃが、お主らやデュソルバートが無事なのであればよしだしや。そやつとはまた会うことになるじゃろう。十分に注意するのじゃ。最高司祭代理殿、我からもう一つ報告がある。聞いていただけないだろうか。うむ、聞かせてくれ。我は凍結を解除された後、最高司祭芸家の意志が流れ込んでくるのを感じた。そして気づけばキリトたちに剣を向けていたのだ。あの女の意志が。その意志はどんなものだったんだ。詳細は覚えてはおらぬ。その意識の中で我は最高司祭芸家に従うことを絶対と考えていた。
それゆえキリトたちと戦ったのだ。やはりパイエティモジュールを通してアドミニストレーターの意識が流れ込んできたということか。肉体が死してもなおその真意が一切枯れぬとは、つくづくしぶとい女よ。承知した。その件に関しても原因をできる限り調べてみる。なあカーディナル、元老院統括代理の男ハーシリアンって聞いたことあるか？いや、ないな。そんな役職が元老院にあったような記録もない。そいつが最高司祭の復活を目指していると言ってメディナに接触してきたんだ。なんじゃと？だから調べてほしい。そうは言っても元老院は今天井に浮かんでおる。どうにもできんとは言えるが、記録にあるユニット名を閲覧してみる。とはいえまずは早速趣旨の解析から始めることにしよう。お主らはベルクーリのところへ行くのじゃろ？ええ、カーディナル様にした話をおじ様にも報告しに行くつもりです。それからキリト、メディナ殿のご様子はいかがですか？なあ、オートに帰ってからすぐ冒険者たちとどこかに行っちゃってさ、もしかして何か用だったのか？いえ、特にそういうわけではありません。少々気になっただけです。メディナはルーリットの村での一件があって以来、冒険者たちと剣の鍛錬に赴くことが増えた。おそらく今回もそのために出かけたのだろう。皆と共にもっと強くならなければ、アリス様やキリトに私の志を理解してもらうために。今のままでは私は何も成し遂げられない。救世主様、どうしました？別に何でもない。そうですか、元気がないように思えました。私のプリン食べますか？ありがとう。でもプリンは今いらない。なぜお前はずっと私と一緒にいるんだ？それはあなたが救世主様だからです。そうじゃない、一体なぜお前たちは私のことを救世主だと思うんだ？これは救世主様、奇遇ですね。貴様、一体何の用だ？そう警戒なさらずとも、危害を加えるつもりはございません。ではなぜここへ？第一、人界の民を脅かし世界を破滅に導こうとしているのは対策本部である。そのように思われませんか？わけがわからないことを。無能なこの兵を野放しにして表面的な対策しか行わず、あなたを否定する彼らの正義は一体どこにあるのでしょう？そして対策本部が抱え込んだ滞在人が最高司祭様を殺めたことは紛れもない真実。しかしそれには理由があると聞いた。ではなぜあなたは今彼らと離れ仲間たちと共にこんな場所に留まっているのですか？それは一体何だ？いえ、あなたの正しさ、真実を見極める力に喝采を送りたくなったのです。さすがはオルティナの助、最後の救世主だ。強く正しく決して誇りを失わない。なぜその言葉を？偽りの交易協会などに魂を売る必要は寸分もありません。さあ、私と共にご自身の使命を果たすのです。貴様、今の交易協会を偽りなどと言って、無礼にも程があると思わないのか？無礼？最高司祭様を殺した滞在人を抱き込む集団と、最高司祭様の真なる中心である私。果たして、どちらが正しく、どちらが背信の徒であると思いますか？そんなこと！俺が殺したんだ。でも、キリトは私に本当のことを隠していた。随分とあなたは複雑に物事を考えるようだ。さすがは資料深いオルティナノスケの女性というところだが。貴様、オルティナノスケについて一体何を知っている？真実とは至極単純なもの。向き合うだけの強ささえ持っていればその手のうちに掌握できる。真実に対し疑いがあるのならば確かめてみればいいだけなんです。確かめる真実は？ええ、私があなたを真実までご案内しましょう。あなたがお望みならばね。もしや恐れているのですか？あなたは真実に向き合うだけの強さを持たないと、ご先祖様はさぞかし悲しまれるでしょうね。承知した。真実とやらを見せてもらおうじゃないか。だが何か不審を感じれば即座に貴様を切る。ありがたき幸せにございます、救世主様。ねえ救世主様、どこに行くの？ここで待っていてくれ。はい救世主様。それでは参りましょう。システムコール、コネクトトゥージアドレス、コーディネート 012-0050。
時計だ。さあこちらへどうぞ、私の救世主さん。ここはセントラルカセドラル最上階です。なんだと、この最上階は今天井にあるはず。私は元老院統括代理、最高司祭様より拝命を賜っています。故にこの聖域への出入りを唯一許されている。これはもしや謁見するのは初めてでしょうね。そう、このお方が最高司祭様。こんなにも美しいお方であったのか。それ以上は近づかないでください。ああ、すまない。声を荒らげ申し訳ありません。このムクロは目覚めを待つ非常に繊細な存在、迂闊に近づくべきものではないのです。ムクロと言ったな。ではやはり最高司祭様はここで命を落とされたのか。はい、そして今はただ深い眠りの中で救世主による救いを待っておられます。救世主による救い。ええ、それでは過去手術により今から真実をお見せいたします。システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、ジェネレートクリスタリングエレメント、フュージョンエレメントアクセスというパストログデータ。さあご覧ください。よもや剣が2本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうまで。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつけ。ご釈だ。今のはこれでお分かりでしょう。紛れもない真実である。そして奴の行動に正義などは存在しない。しかしメディナ・オルティナムス、あなたは選ばれし者。最高司祭様、悪しき黒の剣士によって倒された私を復活させれば、あなたを再び配下として認めましょう。今のは一体これはムクロでは。これは最高司祭様の残された意志です。私はこの声に従い、あなたさんを探し続けていました。だがいくら最高司祭様でもムクロが話すなら。オルティナムス家第三代目当主タバリは、遠い過去、果ての山脈より送られてきた多くの先遣隊を相手に戦った。だが、彼の行動は功績を妬む一部の貴族によって疎まれ、事実をねじ曲げて伝えられてしまったとされています。正しきことを行ったのに、タバリは皇帝不敬罪を言い渡され、王に追放された。なぜそのことを知っている？あらゆる記憶から抹消され、我ら一族しか知り得ないことを。以前申し上げたと、私はオルティナムス家に関してはよく存じているのです。オルティナムス家は汚名を着せられ、虐げられながらも真なる正義を貫く一族。そしてあなたは、約束の時に現れた最後の救世主なんです。私は最高司祭様より予言を言いつかっています。予言？オルティナノスケ最後の当主メディナこそも眠る最高司祭様を目覚めさせることができる。自身の復活に手を貸せば必ずやオルティナノスケに栄誉を与えると。最高司祭様、もう一度我らオルティナノスケに栄誉を与えてくれる。なんと、私はあなたの忠実なる配下として復活の道の手引きを務める。
魔獣討伐の任務をやるときには声かけてくれって言ってただろ。もしかして都合が悪かったか。大丈夫、行く。よかった、それじゃあよろしく頼むよ。準備したらまた声かけるから待っててくれ。その後、学院前で合流した俺たちは、さてと、まったく。